世界の鉄道一覧オーストラリアの鉄道オーストラリアの鉄道ではオーストラリアにおける鉄道について説明するオーストラリアの鉄道網は合計 33,819km の延長があり3種類の機関を主に使用しているなお鉄道網全体のうち 2,540km が電化されているオーストラリアの鉄道網の大半は連邦 または、州の所有で、私鉄は少数のみが存在している。ただ、列車の運行は、かつては、州の機関が行っていたが、1990年代に実施された民営化により、今では、民間企業が、オーストラリアの列車の大半を運営している。オーストラリア連邦政府は、国家としての鉄道に関する政策の立案と、 そうして立案された国家プロジェクトへの資金の供給に関わっている。オーストラリアで初期に付設された鉄道網は各植民地別に建設された路線であったためオーストラリア全体の利益をほとんど考慮していなかった。それに伴って発生した最も顕著な問題は各路線の建設時に行われた機関の決定であった。イギリス政府からは 各植民地の路線が連結できるよう、統一した機関を採用するように勧告されたにも、かかわらず、他の植民地の状況を帰り見ることなく各、植民地で異なる機関が採用されたばかりか、同じ植民地の中ですら機関が統一されなかった。この問題は、現在に至るまで、オーストラリアにおける国家的な問題となっている。機関問題を解消する試みは、今も進行中で、 2005年現在でも完全に解決しているとは言えない。例えば、ウーズレー・マウントガンビア線は、機関が孤立していて、鉄道網上の価値がほとんどない。各州政府や関連する民間企業は、誰が改め機を行う費用を払うべきか、常に論争している。機関別の距離ニューサウスウェールズ州シドニーにて、シティレールのミレニアムトレイン。オーストラリアでは、 近郊鉄道路線の電化が1919 19年に始まった。しかし、一貫した電化方式は採用されていない。メルボルン近郊で1919 19年に始まった電化は1500ボルトの直流を採用している。シドニー近郊で1926年に始まった電化も1500ボルト直流である。しかし、 ブリスベンで1979年に始まった電化は 25KV の交流。パウスで1992年に始まった電化も 25KV 交流を採用している。また、クイーンズランド州には主に石炭輸送路線を1980年代に 25KV 交流で電化した区間がかなり存在している。オーストラリアで最初の鉄道はニューサウスウェールズ、ビクトリア、 南オーストラリアの各植民地の民間企業によって建設された。最初に開通した路線は南オーストラリア植民地にあり1854年のことだった。この路線は馬が牽引するものであった。最初に蒸気機関車が牽引する路線が開業したのはビクトリア植民地で同じく1854年であった。これらの民間企業はすぐに 財務上の問題を抱えたため、公益上の県地から各植民地政府が買収した。1890年代、6つの植民地から集まったオーストラリア全体の組織で議論が行われた。議論の一つの要点は、連邦政府の鉄道への関与をどの程度にするかという点であった。連邦政府が鉄道を運営するという件に関する投票はわずかに通らず、その代わりに、 新しい憲法では、州政府との同意に基づき、その州のいかなる鉄道の買収も、連邦と州の定めた条件による、どの州においても、鉄道の建設と延長はその州の同意を必要と、すると定めた。しかしながら、オーストラリア政府は、鉄道の改良プロジェクトに、財政支援を与えることに関しては、セクション96の議会は、どの州に対しても、 議会が適当と認める条件で財政支援をすることができるに基づいて自由に行える。ビクトリア州 V ラインのベラシティ型ディーゼルカー1920年代以来オーストラリア政府は道路の改良には本格的に財政支出を行っていたにもかかわらず自ら所有する連邦鉄道以外には鉄道に関する投資を定期的には行っていなかった。政府は 州が保有する鉄道は、州の責任に任せるべきだと判断していた。それにもかかわらず、オーストラリア政府は、州政府に対して1920年代から1970年代まで、機関の標準化プロジェクトに借款を供与していた。1970年代から1996年まで、オーストラリア政府は、州政府の鉄道プロジェクトに助成金を支給し、 特に1992年に発表されたキーティング政権のワンネーションプログラムは1995年のアデレード・メルボルン線の標準機化で有名である。2004年に開通したアリス・スプリングス・ダーウィン間の鉄道についてもオーストラリア政府の支出が行われている。現在では貨物鉄道輸送に対する本格的な投資がオーストラリア鉄道線路会社と オースリンク陸上輸送投資プログラムを通じて行われている。オーストラリア鉄道線路会社は1997年に設立された連邦政府所有の会社で指定週間鉄道網として知られるオーストラリア本土の標準機の本線の大半を所有または沈着し保守管理を行っている。2003年にはオーストラリア連邦政府とニューサウスウェールズ州政府は アークがニューサウスウェールズの週刊鉄道とハンターバレーの鉄道網を60年間借り受けることで合意した。この合意の一環としてアークは8億7200万ドルの投資を週刊鉄道網に対して実施することになっている。投資資金はオーストラリア政府からアークへの1億4300万ドルの資本注入とニューサウスウェールズ州政府のおよそ6200万ドルの 資金提供を含んでいる。2004年7月に導入されたオースリンクプログラムのもと、オーストラリア政府は、鉄道が道路と同じような条件で資金を得る機会を導入した。オースリンクでは、かつての高速道路網に代わり、重要な道路と鉄道、それにそのモード間接続を含んだナショナルネットワークを設定した。多くの路線での信号保安システムの更新。 ビクトリア州の後期路線の標準期への改め機、インターモーダル貨物輸送のための新しい連絡路線、長い列車を運行できるようにするための対比線の延伸などへの投資が発表されている。投資は、以下に示した、鉄道回路を含むナショナルネットワークに焦点を置いている。これらの路線は、州都を結ぶか一方の橋が州都である。2006年、ビクトリア州のミルデューラ線を、 改めて可能なコンクリート製枕木に更新するため、連邦都州の資金が出資された。オーストラリア大陸横断鉄道のクック付近の線路。この場所は、奈良棒平原に差し掛かった場所で、約 478km にわたって、直線のレールが続いている。鉄道網の建設と保守は、政府の関連する非営利組織に統合されており、週刊鉄道網とニューサウスウェールズ州の 郊外路線については、オーストラリア政府所有のアークが、西オーストラリアでは、ウェストネットレールが行っている。これは、既存及び新規の鉄道運営組織にネットワークを開放するために行われている。週刊鉄道網からは、パースカルグーリー館とブリスベンニューサウスウェールズ宗教館は除かれている。そうではあるが、アークは、 西オーストラリア州の鉄道路線所有者や運営者、ウェストネットレールとの間で結ばれた一括アクセス協定に、基づいて、カルグーリークイナナ、e n タウンオブクイーンアナ間の鉄道路線の使用権を、週刊鉄道運営者に販売することができる。アークはさらに、クイーンズランド州境、フィッシャーマンアイランズ間の 127km の標準記路線の使用に関して、 クイーンズランド鉄道との間で協調関係がある。アークはニューサウスウェールズ州との協定に決着がつけばクイーンズランド州とこの路線に関してリースするように協議を始めたいとしている。アークは協定に基づいてニューサウスウェールズ州のローカル線についても保守を行っている。他の鉄道については引き続きそれぞれの組織によって運営され、そのインフラの使用については 連邦や州の政府の間で合意された国家競争政策に基づく必要がある。西オーストラリア州パースからのパシフィックナショナルによるインターモーダル貨物輸送サービスビクトリア州を走るスペシャライズドコンテナトランスポートの列車上へ一貫の鉱山鉄道を除いたオーストラリアの鉄道網で貨物鉄道事業を運営している主な事業者は以下の通りである。 その他の貨物事業者としては以下のようなものがある。かつての事業者としては以下のようなものがある。パシフィックナショナルはオーストラリア最大の民間貨物鉄道事業者で全ての州都ノーザンテリトリーで運行している。同社はトールホールディングスとパトリックコーポレーションの50対50の合弁事業である。トールコーポレーションはパトリックコーポレーションを買収して参加に収めたため、 パシフィックナショナルの株の半分を売却する必要がある。ニューサウスウェールズ州で営業しているすべての貨物鉄道事業者は2002年以降民間企業となっている。鉄道要員の国家認証資格があるので、交通需要に応じて州から州へ、事業者から事業者へ要員を移動させることは容易である。オーストラリアの旅客鉄道事業地図州政府が 所有している、旅客鉄道事業 QR のトラベルトレインと、シティトレインの営業レールコープのカントリーリンクと、シティレールの営業 V、ラインの営業トランスワの、営業グレートサザンレールウェイのロセインディアンパシフィック、ジオーバーランドザガングレートサザンレールウェイの運行する、ジオーバーランド号旅客鉄道事業は、各州ごとに運営されている。旅客鉄道事業を代表する連邦の主な組織は、 レールオーストラリアであるが、もっぱら、グレートサザンレールウェイ、カントリーリンク、クイーンズランド鉄道の事業を促進する仕事をしている。サーコアジアパシフィック参加のグレートサザンレールウェイが3つの旅客列車を運行している。ニューサウスウェールズ州政府が所有するカントリーリンクは、シドニーとブリスベンキャンベイラメルボルンの間に定期直行列車を運行している。 マッカイ近くのサトウキビ輸送鉄道インガム工場、近くのサトウキビ輸送列車610ミ、mm、リメートル期間のサトウキビ輸送鉄道が関連する製陶工場の民間資本で運営されている。これらのサトウキビ鉄道はかなり技術的に進んでおり、普通鉄道のレールのお下がりを敷いた上に遠隔制御の環急車やコンクリート製の枕木、小型の突き固め機械を使用している。 20ほどのサトウキビ輸送鉄道が技術の研究開発で協力している。路面軌道は材木業者の運営するものもある。サトウキビ輸送に一般に用いられている 610mm 機関を含め多くの機関が用いられている。ただ、サトウキビ輸送よりも広い機関がしばしば用いられている。クイーンズランドでは 991mm 機関が多く使用されており、 そのうちのいくつかは木製レールを使用している。かなりの投資を必要とする六十七ミリメートル機関を採用している地区もある。二十一世紀の初期にはクイーンズランド鉄道の使用中よされたブリス勉強国のエスク線が木材輸送に用いられていた。四つの独立した鉄鉱石輸送用鉄道が西オーストラリア州のピルバラ地区にあり、鉱山と港を結ぶ。 鉄鉱石生産システム一環として民間司法によって運営されている。これらの路線では車輪レール系輸送システムの限界まで効率を高めており、世界中の鉄道にとって価値のある研究となっている。2007年現在、フォーテスキューメタルズグループによって5つ目の鉄道路線が建設中である。オーカジーの港へ通じる6番目の鉄鉱石。 輸送路線が提案されており、これは、すべての鉄鋼山に対して自由に利用できるものになる、予定である。ジェラルトン北方の大オ火オーの新しい港を起点に、下、6番目の参戦機場の鉄道網が、西オーストラリア州の事業者、ウェストネットによって提案されている。ありがとうございます。